小川千恵子です。アリス・ドナーの曲から、離れた席から。食事をしながら友達と夢中で喋っていた。その時あなたが見知らぬ人と入ってきた。私は慌ててタバコに火をつけ目をそらした。思い出がどっとよみがえってきたわ。懐かしく私たちはよくこのレストランで食事をした。それなのに今は離れた席から見つめ合う。罰が悪そうに二人はただ目で会釈をした。それからあなたはメニューを覗いて知らん顔。あなたはあんまり変わってなかった。あの頃とあなたも私を気にしているのがよくわかった。あなたに会ってももう何ともないと思っていた。それなのになぜかあなたと彼女が気になる。思い出をめくった離れた席から。